もう分かる、この人は下手くそだっていうことが。バスでさん来てるのかな。はい、かわいい。はい、はい、かわいい。はい、かわいい。邪魔だろ、あの左。左。お絵かきの森、絵師さん大会、やっていきたいと思います。楽しみです。楽しみです。俺が選んでくるから、みんなに当ててもらおうかな。うん、パーンと、じゃあセナッコロさんに振らせていただきます。お願いします。何かをする誰々ですね、答え方としては。早いな、早っ。それなんですか。ウキウキだね、ウキウキ。お、誰だ。うん、誰かな。かわいい男子だね。うん、男子ですね。男子ですね。ガチャ。いや、これじゃないね。これは違うぞ。違う。帽子かぶってるから。この帽子は。うん、この帽子は、うん。なんか僕夏のガッチャンかなと思った。ああ、なるほどね。麦わら帽子ね。うん、アイクさんか。もう衣装がアイクさんだね。うん。うんうん、完全に。あれはアイクやないの。いや、本人は何も言ってないんだけどね。いないとこで生み出されたわ、あれが。セリフ。うめえ、これは一人歩きしてる。わかりやすい。フォー。何をなさって。あー、なんか分かった気がする。はい、分かったかも。うん。何々をする何々さんですよね。はい。うん。いや、地味にこのパーカーの感じうまいよな。うまいね、洋服の感じ。ヨッピーさんじゃないですか、はい、これは。はい、じゃあ鳥ちゃん。こう手品をするアイクさんですよね。正解。まあ、もう、あ、ぴったりだよ。ぴったり。うまい。うん。上手、すごい、うまい。かわいい。セナッコロさん、お見事でした。マウスだもんな、これ。すごいな。どうなの、ペンタブ使ってる人もいいのかな。コメントで教えてもらっていいですか、この、あのチャット欄で。さささって書いてたもんね。やっぱりセナッコロさんがペンタブ、コラさんもペンタブ、ラムネさんがマウス。おお、すごい。クミさん、ごめんなさい。聞いてない、聞いてない。すみません、聞いてないですし。なんかちょっと困ってる感じ。眉毛結構大事なんだ。ああ、仕事だ。うまい。かわいいな。うまいな。あ、やっぱ口の形とかやっぱこだわりがある。やっぱみんな前髪しょしょって書くんだね。コラさん。うん、チャーミー鋭い。あはははソーラさんだ、ソーラさんだ、ソーラさんだ、すげえ白黒でもう分かったもんな今、うん、何をしてるソーラさんかだね。こっからちょっと難しい、書く人もこれ難しいと思う。そうだよね、動作が大事だから全身書かなきゃいけないもんね。戦ってるソーラさんと。はい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 、いい線いってるよ、いい線いってるよ。戦うソーラさん。じゃあバステさん来てるのかな。なんで俺なの、ね、書いてない、まだ対象書いてないのに。なんでかな、なんでかな。まあでもなんかもう一人出てきましたよ。ぐわーっやーべー、吐いてるよ、あかんよ。これ刺されてますね、多分ね。刺されてるね。ガッチャンかこれ。誰だ、あ、俺っぽいかな。笑顔で刺して刺されていてもサイコパスじゃないですか。ちょっとあ、ごめんなさい、やっちゃったみたいな。はい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 。あら、いけない私ったらみたいな、そんな感じじゃないの。正解。なるほど。顔がやべえ、マジでソーラさん。顔が、本当だ、顔がやばい、顔がやばい。この状態で見るとソーラさんの顔もやばく見えるな。顔、笑顔だもん。ちょっとなんかミスったとは思ってないんじゃない本人。嘘でしょみたいな。あらいけないだ。ほっぺたに手を添えてる。言葉より有名だった。これ待ち受けにしたい。ま、なんなんだろう、ま、普段こういう白紙からこうやって起こしていくのかなって思いを馳せるのがまた。なんで笑ってんすか。いやもう、あそこから書くんだ。ああこれはあの伝説の回復。伝説の伝説の、あーうまいね。なるほど、吹き出しの、もう一人出てきた、あれ。冷麦作ってる私でしょうかね。あー正解、正解正解。冷麦を食べるバステンさんだね。あ、食べる、あ、そういうことです。あ、だからよだれを垂らしてんだ。とフォークとナイフ。あ、あ、なるほど、スプーンとフォークか。
ごめんなさい、49だった。俺もそれに言っちゃった。確かに確かに49点審査してるのかもしれない。ピアムギ審査会、うん、じゃあこれで49点取れるなら俺は嬉しいですよ。49で満足しちゃうのね。これすぐパパって書いちゃうんだ。もう分かったらポンって言っていいですよ。はいはい、うまいね、マウスで直線書くの。うん、うまい。なんだマウスでうまく書かれちゃうと、いやマウスだからうまく書けないんですよって言い訳できないから、ね、やめてほしいから。誰もバースデーさんに期待してないから。あれ自意識過剰だった。そうだよ、もうこれ誰がなんだかわかるね。ダメだろうな。いやわかるだろう、もう特徴捉えてるから。あとは何をしてるかだね。そうだね、うん、ちょっと焦ってる感じ。焦ってる感じ。あと何をしてるかですよね。なんだろうな、左の、うん、うわ、着物の感じこれ。うわ、すごいね。あ、ほんとだ。逃げてる鳥ちゃん。あー、惜しい。まあ、考え方は合ってる。なんだろう、あれなんだ、左の。左のポイントだね。まあ、俺答え知ってるからだけど、まあ、左のがポイントですね。あー、左が分かれば。アスレか。お、そういうことか。ああ、アスレだな、これ、うん、つまりアスレやな。アスレに苦戦するヨッピーさんでしょ、これは。あ、正解。正解もそのまま言うと、自称アスレ担当をするヨッピーさん。高品だから。うまいね。うまいな。あれ鉄の柵とかでしょ、あの。まあ当たり判定が短いやつだよね。狭いやつ。そうそう。あ、クミさんに一回書いてもらう？これ。じゃあクミさんには今お題振りました。はい。来た。早いな。早いな。早いな。筆に迷いない。もうわかる。この人は下手くそだっていうことが。頑張ってる。俺はもうお題知ってるからあれだけど、頑張ってますよ。クミさんもこれ。頑張ってんのこれ。うん、これはバカにできない。ゆるキャラみたいのが。どっちが何これ。あー、矢印切る。それで終わりや。やばい、誰なの右のペロペロキャンディーは。誰なの、クミさん。あー、なるほど。トモさん。あー、分かった気がする。分かんない、血祭りになってるだけかもしれないよ。分かった、バセさん、じゃあ答え伺っていいですか。ウサギの世話するトモさんとかじゃないんですか。あー、考え方は合ってる。惜しい。じゃあ、あれ。あー、足んなかったか、残念だな。ウサギになりきるトモさん、はい、あー、惜しい、近づいてる。そしてウサギではない。あー、違うんだ。なんで眉毛左にしかないの。それ片眉剃られたってこと。トモさん。いや、俺は右だから。いや、右でもねえけど。猫か。お、何を描いてるんですか、あれは。何書いてるかわかんない。周りの何書いてるかわかんない。周りの猫になったガッチャンとか。あ、正解。あ、そうなんだ。猫の真似をする赤髪の友。多分ね、これはね、それって書いたんだと思う。ほら、それって書いたんだと思う。チャミンに対して。下のやつ何、あの下はこれ、ね、これ猫描こうとしたんじゃない。で、これはなんかキャットフードとかそんなんじゃない。あ、手。あ、これを書こうとしたの、クミさん。この、こんな感じの。書けよ、こうやって。いや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 。いや、これもちょっとスクショしといて。いや、これスクショいる、これ。なんか同じ並びに。これ待ち受け。いや、もうこれ。こんなの。せっかくエシさん呼んだろうに。してよ。してよ。エシさんを呼んで、これをサムネイルにしたら失礼。ね、数々の名作を押しのけてこれだからね。たこ焼き器さんにもじゃあ同じお題を振らせていただきました。今比較するってことですね。比較、はい。まあもうどうやっても勝てるでしょう。たこ焼き器さんの勝ちだな。もうもう、はい、かわいい、はいはい、かわいい、はい、かわいい、はい、猫、はい、そして猫。わー、あー、そういうことか。はい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 、長い。あ、それを俺にするんだ。なるほどね、あー、なんかあるね、アニメとかでキャラクターをこう動物化するとこう、ね、ある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 。今お題を振ったのになんでそうやって思いつくの。
絵上手い人って線が上手に描ける以前に発想がもう頭がいい。そう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 、構図っていうの、うん、それがすごい、ね、そこが違いだわ。模様に友って描いちゃったねえ、友って掘られちゃったわ。掘られちゃった、剃られたのかな、そこだけ。すごいかわいそう。うまいね、上手だね、やっぱり。見比べてみ、久美さん、さっきのもう貼ってやるから俺。何、いい勝負。嘘だろ。だよ、負けだよ、負けだよ、久美さん。いや、お見事、たこ焼きさん早いな。早いね。そう、前髪難しいよな。もうこれで誰だかわかるね。うん、分かっちゃった。うん、すごい。かわいい。色つけてないで誰かわかるってすごいな。絵師さんからしたらそんなの当たり前だろうって思うのかな。これでもオレンジの方ですよね、これは。でもはいはいはい、うん、まあ、あれはとりあえず何をする何々さん、チャミンちゃん、うん、そうね、そうね、まず、うん、なんかこう蒸気を手に持ってらっしゃる感じ。そうそう、あ、今描いてるのがワトさんかい。水色の方ですね。なんでこれでワトさんってわかるんだろうな。ワトさんってわかるな、なんかわかるよね、うん、なんで髪型じゃないですかね。分けてるところが、片目隠れてる感じ。はい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 。あちゃみさんダブルハンド。あちゃみさんの人か、隣の人か、隣の人か。ワトさんの腕、ワトさんの方か。そっかそっか、左手か、うん、ツーハンドジョッキー。二刀流。二刀流で、二刀流だ。さあ、これ何をしてる誰かっていうのを。なんだろう、テレビ、なんだなんだ、テレビを。あ、でもこれきっと飲みながらゲームしてんじゃね。近くなってきた、近くなってきたよ。うん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 。これきっと口元にあるのマイクでしょ。はい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 。ああ、そっか。鋭い鋭い鋭い。あ、パソコン。うん。あ、うまいな。ひょっとしてあれ？オンライン飲み会をするワトさんとあちゃみさん。オンラインではない、二人が隣同士だから。ライブ。飲み会配信してるワトさんアチャミさんよ。正解。チャット欄でしょあれ。そう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 。そうだ。二人が自分で映ってるその配信ページ見ながらチャット欄を見てる。だから、ね、正解は晩酌配信をするワトさんとアチャミさんっていうことでヨッピーさん正解。なるほどね。すごーい。うまーい。うまい。うまいね。やらない方がいいね、うん、でもね。あの 何言うかわからん。何言うかわかんねえから。そう。トラブルの匂いしかしてないぞ。トラブル。やらない方がいい。誰かな。大きなお口。ソーラさん。ソーラさん。なんでこれでソーラってわかるんだろう。もうソーラにしか見えない。耳の前のちょいよな。ああ、それか。あれがソーラさんな気がするんだよな。そうやって書き分けるんだ。さあ、何をしてるソーラさんかですね。次は。次は誰を指すんだ。何度も刺さないで。何度も刺すから。なんか食べてない？食べてる系ですね。はいはいはい。はいはいはい、あ、で、かぶさったところを消すんだ。ああ。パンかな。はいはい。なんだろうな。大盛りですね、何かは。うん。うまいな。ああ、わかった。うまいな。ハンバーガーだ。カレーだ。あー、カレーライスだ。ほんとだ。ハンバーガーにカレーライスに福神漬け。あ、福神漬けっていうの、北海道って。え、なんていうの。福神漬け、福神漬けっていうところもあるかも。あるの。うん、確か方言かなんかで。で、今 それはいいんだよ、今は。あー、食べたい。あー、食べたい。ラーメンあったら最高。セナコロさん、ラーメン追加でお願いします。北海道だけだって、福神漬け。うっそー、やだー、やだ、嫌なの、嫌なんだ。だって、福神漬けって言うわ。福神漬けって言うと、あの予測変換に北海道って出てくるもん。知らんかった、初めて聞いた。知らんかった。どこで点々落としてきたんだろう。なんだろう、クミさんも福神漬けっていうの。福神漬けスペース兵庫県でも出てくるんじゃないですか。待って、福神漬け兵庫で出る。福神漬け。じゃあ、せなころさん、そのラーメンネギ大盛りでお願いします。増えてる増えてる。あ、ネギ乗った。ネギ乗った。山陽地方と関西が両者混じるって。関西がどっちかって。あ、そうなんだ。これは何、大食いのソーラさん。正解。大食いをするソーラさんでした。大食いのソーラさん。大食いのソーラさん。かわいい。うまいな。めっちゃかわいい。うまいね。
でその顔のバランスが上手だよね。大きく口を上げてる口の大きさとかさ、うん、俺がやったら本当にだってパンを持ってるのかそれが口なのかが区別つかないかもしれない俺も多分口の中に目描いちゃうこれはね、〇〇をする誰々じゃなくて、うん、〇〇な〇〇で〇〇をする久美さん、あ、久美さんって言っちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい、答えを言ってしまいました。これは久美さんなのかな、誰だろうな、一体誰さんなんだ。いやでももう久美さんだね、すぐもう久美さんだね。髪をこううまくかける人すごいなって思う。上手だね。うん、髪の感じうまい、うまい、うまいな。うん、手を指さしてる。あー、そういうこと。チョップするが、チョップではない。はあ、うま。あー、おー、あー、あ、わかった気がする。どんどん言ってってください。え、瓦を割ろうとしてる久美さんとか。あー、違う違うけど、そ、違うんだ。見方はそんな感じだけど、ちょっと答えは全然違う。これ多分投げてますよね。はいはいはい、投げてんのか。あ、わかった。久美さんこれするんだ。いや別に実際してるかどうかは知らんけどそうでしょ、そういうお題だから。ホームの時代ではね、久美さんすごい強かった。あ、強かったね。プレステホームの時代で強かった。ありましたね。ボーリングする私、半分正解。半分なんだ。もっともっとね、すごいこだわって書いといてもら、書いてもらってるから、そこも当ててほしい。ボーリングでストライクを出した久美さん。書いてねえよ、まあ、ストライク。ストライク書いてないねまだボール到着してないしな、多分これ。クミさんの投げた直後だよね、これ。そうね。投げるフォームだけは完璧なクミさん。正解。こんな細かい設定なの？完璧なフォームでボーリングをするクミさん。あ、すごいな。でもそれかけるからすごい。かけるからすごいよね。お題を。すげえ。最後じゃあ合体お絵かきしてもらえますか。おお。そうですね。いいですね。私もよ、いや、クミさんいる。いるいる、クミさん異物が、まあ異物、まあせっかくの画伯だからね。はい、送りました。絵師、はい、絵師さん大丈夫ですか、隔離しとかなくて。大丈夫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 。何々を、何々に何々をする誰々だから、誰かに何かをする誰かってことね。この人は棒人間が精一杯の持ち家、もう異次元なんよ絶対遠慮して周り書かなくなるから。誰もどんどん書いて。クミさん線が太いですよ、周りより。クミさん、クミさん強いよ。邪魔だろ、あの左絶対左邪魔だ何を見せられてるんだろう全然線の感じが違う。今クミさんがそこに書いたから、セナッコロさんが遠慮して消したんじゃないかな逃げて、セナッコロさん逃げて逃げて。あー、うまいな。これがあっちゃんか、たこ焼き。そうだね、たこ焼き機さんのはそうかな。さあ、クミさんはラムネさん書いてるのはソーラさんだ。クミさん、ひでえ、この絵は。そう言ってる間にクミさん2人書いてますからね、もう、まあ、確かに矢印だからね。あ、多分クミさんもうここから書き足さないでしょう。ソーラが何かをしてるわけね、トモさん俺そんなバカみたいな顔するからね。そっくり何言ってんのみたいな、そんな感じだよ。ソーラさんがなんかこう、はいはい、英語喋ってんでしょ。はいはい。え、ソーラさん何言ってんのみたいな。あー、いいよ、近くなってきた近くなってきた。トモさんに、はいはいはい、英語を教えるソーラ。正解かー、うまいな、やっぱり。クミさんがそこに書いたから、セナッコロさんが遠慮して消したの最初だから書かなくていいっつったのにごめんです、謝って。いいよクミさん、オッケー。私はペン。アイアムペンだってソーラさんはディスから言ってるのに、バカでしょ俺本当に。ソーラさんディス言ってんのに、バカだな、この友達。バカだな、ほんとに。ディス。I have pen. ディス。つながら。ずるいよね。色で誰と
家に何かをするって伝えるのが、なんか記号とかの役割だったりする。確かに絵師じゃない、どうしてとかの役割、象形文字だからこれ。あ、面白かったということで、普段、まあ、もちろんここにいらっしゃる方だけじゃなく、いろんな方に絵を描いていただくんですけれども、普段絵を描いている皆さんはすごいっていうのが身に染みました。皆さんいつも絵を描いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 だね、すごい、素晴らしい。じゃあこれからもみんなが描く絵を楽しみにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。